に夕日がパーッとこう落ちてきて、はい、すごい、みんなそれプラス、はい、飛行機の写真をここに撮りに行ったんですよ。へー、あ、飛行機がここから来るんですね。こうやって来て、はい、でそこに夕日がちょうどパーンってこう、なるほど、降りてくるんです。よいしょ、はい、失礼します。はい、ということで着きましたけども、馬さん顔出しは大丈夫ですか？あ、僕は全然著作権フリーです。著作権フリー、わかりました。はい、馬さんです、こんにちは。こんにちは。引っ越しの時に、はい、なんすかね、もう引っ越しするためのお金を、はい、とにかく減らしてて、うん、そのためにその10万円の車を、これ10万円で買って、はい、でそのままベッドとか、はい、棚とかも全部開けて、はい、で新居に引っ越してきました。え、じゃあこの車1台で全部荷物運んだんですか？全部荷物運んでました。へー、今のその新しい家には、はい、その家電はあるんですか？冷蔵庫だけです。お、冷蔵庫だけ。あ、洗濯機は？洗濯機は、はい、ちょっとどうしようかって悩んで。おー、あ、じゃあ今洗濯どうしてるんですか？いや、もう手洗いで。あ、手洗いでやってるんですか？へー、大丈夫ですか？大学生の時も、はい、大学生、今も大学生、今も大学生ですよね。そうだ、今大学生なんですよね。大学2年1年の時は、はい、変人、変人に見られました。猫ちゃんがいる。こんにちは。あ、あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。さあ、お、広いです。お、結構広いですね。結構広いですね。おー、広いです。玄関めっちゃスッキリしますよ。散策だけみたいな。します。え、ここに。え、あ、なるほど。ここに。ここに。はい。ここに、いやいやいや、少ない。登山靴みたいなのと、まあなんかスニーカーみたいなのがある、はい、いや、十分少ないですね、はい、これ、なんでこの3足はこっちじゃないですか？こっちはあんまり履かないですよね。あー、で、こっちはいっぱい履くっていう。そうですね、こっちはいっぱい履く感じですね。じゃあお邪魔します。はい、ちょっとまだ引っ越して5日目なんで、はい、引っ越して5日目の5日目なんで、いいですね。ちょっと履いてみたいと思います。どっから行きます？これちなみに何 L？ 何 L というか、え、ちょっと 2DK 2DK です、ね、1階建てですか？1階建てで 2DK です、ね、はい、おばあちゃんち、おばあちゃんちすげえ。ここがおお、はい、いつもいる部屋というか、めっちゃすっきりしますよ、はい、え、これ何ですか？これは大家さんが、はい、0円で売れたソファーです。なので、え、めちゃくちゃ素材がいいんですか？革だと思うんですよね。はい、へぇ、革だと思うんですけど、まあ、いただいたやつです。0円ですげぇ。ここで仕事したら気持ち良さそうですね。気持ちいいですけど、やっぱり、はい、なんですかね、結構腰がこうやってやってるんで、はい、あー、もたれられないという。そうなんですよね、だから、はい、もうこうやって、はい、卒論書いてましたけど。なるほど、いいですね。なんか一応自分の、はい、コンセプトとしては、あ、はいはい、ゲストハウス、ゲストハウス、はい、おとか旅館とか、はい、ホテルとかでいう感じにしようと思って。あー、旅館イメージしてるんですね。そう、旅館だから、そこの、はい、その掛け軸、はい、あ、残ってますね。いや、これ僕が買ったんですよ。え、買ったんですか、これ、はい、へー、え、ここでじゃあ仕事したりとか？そうですね、ここでも、はい、ここでしかもう仕事はしない、へー、感じですね。なるほどですね。ここが何ですか？ここですか？はい、ここはもう仕事スペース、ぶっこみスペース、ぶっこみスペースですね、はい、はい、一応、はい、まあ、物販やってるんで、おお、なんか梱包、あ、でも梱包ルーム少ないですね、でも。なるほど、でもう下にここぶっこみスペース。なるほど、ここはもうほんとぶっこんでる。ここぶっこみスペースだから、PS4 の箱とか、はい、なんかの箱とか、iPhone の箱とか、はい、そういうのとかいっぱい入ってますね。全然少ないですね。でもこうやれば、うん、もう全然目に入らないんで。目に入らないです。で、こっちが、はい、撮影スペース。あー、なるほど、してますね。へえ、上何も入ってないですか？多分何も入ってないんじゃないですかね。ほんとだ、ガラガラガラ。収納スペースがめっちゃあるんですよね。ありそうですね、とか。すごい。え、じゃあこっちなんですか？こっちはやばいっすよ。やばいですか？やばいっすよ。何が、じゃあお願いします。
ドカーン。え、お部屋、あれまたお部屋がありましたね。あ、寝室ですか。そうですね、寝室ですね。広い。もうここは寝るだけの部屋ですね、はい、寝るだけです。寝るだけでもこんなにも置いてないです。すごい。え、じゃあこの棚とかも何にも入れてない。何も入ってます。本当だ、入ってない。あ、ここには服が入ってるんですけど。あー、なるほど。服は結構、はい、まあ、ちょっとごちゃってるんですけど、はい、まだちょっと整頓ができてないんですけど、でも基本はスーツと、あとジャージですね、はい、へー、すごい、ちゃんと、すごい、めっちゃシンプルです。え、で、これなんですか、これなんですか。これは癒しアイテムですね。癒しアイテムですか。なんですか、これショーン君でしたっけ。羊のショーン。羊のショーン、なんか海外のやつですよね、これ。そうですね、海外のアニメでしたっけ。はい、見たことあります。それ抱きしめていつも寝てます。仕事スペースと寝る部屋を分けてますね。一緒に置いてたら、はい、あーってやってても、こうバーンってすぐ寝ちゃうんですよ、僕。確かに。でもこれも寝やすいじゃないですか。いや、これは冷たいんですよ、めっちゃ。はい、なんで寝づらい。寝づらいんですけど。まあ、確かに寝ちゃうかもしれない。ちなみにこの机ももらいました、はい、あ、これもらったんですか。0円で。0円どういう人がくれるんですか、これ。で、大家さんなんですけど、はい、その大家さんの、なんだろうな、多分バブル、うん、バブルの時にいっぱい買った家具をもういらないからって言って、はい、全部あげるよって言ってもらいました。ちなみにその底も、はい、まあ、あのカメラ、はい、いろいろなんかありますね。この棚もタダでもらいました、はい、え、このタダですか。0円でもらいました。え、めっちゃ高級感ありますよ、綺麗ですし、はい、へえ。じゃあ今回その家具買ったやつって何ですか。冷蔵庫だけ。ええー、もうこういうのはもう元から持ってたんで、はい、テレビもですか、はい、テレビというか、まあ、モニターなんですけど。あ、モニターなんですね。もうゲームするだけですね、これ。はいはいはい、うん、なんかこういうのは前から持ってて。そうですね、買ったものはもう冷蔵庫だけですね。あのベッドは何ですか。あのベッドも元からあったやつというか、はい、もうこっちで持ってきたやつなんですけど、はい、だから買ったものはもうキッチンの冷蔵庫だけですね。マジっすか。あ、キッチンスペースとかあります。キッチンスペースはこっちですね。はい、じゃあ分かる。キッチン、あんま整ってないんですけど、はい、キッチン整ってないですか。はい、ひどい。え、なんすかこれ、でっかい、でっかい。うお、これもオールガラスのテープで、これも0円でもらいました。これ0ですか。0円でもらいました。いや、めっちゃでかいですよこれ、はい、多分120キロぐらい。6人掛けぐらいですよねこれ、はい、使ってないです。使ってないですか。使いましょう。とりあえずもらっただけだったんですね。すごい。え、これなんかいくらとか言ってました。そう、いや、いくらとは言ってはなかったと思いますけど、おそらく50万とか。50万ぐらい。50万か100万だと思うんですけど。バブルで買ったやつですよね。あ、この冷蔵庫と、ね、この炊飯器と、うん、何も入ってない。何も入ってないです。あ、めっちゃ、うん、餃子少な。餃子がなぜか大量にある、はい、まだあれなんですよね、はい、その引っ越したてで。あ、だから、はい、5日目ですもんね。そうなんですよ、だから、はいはい、まだまだなんですけど、うん、まあ、あと鍋、うん、と、うん、フライパンと、うん、これだけ。いや、これだけ調理器具みたいな。で、食事するときもこれみたいな。はい。少なー。いいですね。一応自炊はしようと思ってるんですけど、はい、うん、毎日カレー食べようかなと思ってます、ね、毎日カレー、はい、あ、イチロー選手みたいですね。そうですね、そこはルーティン化しようかなっていう。ああ、いいですね、はい、ルーティン化。カレールーティンですね。こっちはまあ、あ、これなんですか。あー、なるほど。ここはもう、つながってる。締め切ってますね、いつも。あー、確かにここは締め切りですね。はい、すごい。いや、東京でこのぐらいの広さだったら、もう20万ぐらいいってますよ。20万します、ね、20万いってますよ、これ。すごい、羨ましいです。羨ましい。まあ、確かにちょっとこう、古さはありますけど。そうですね、ただ、うん、古いけど、まだ、うん、綺麗な方ではあるんですよ。うんうん、綺麗です、綺麗です。古いけど綺麗なんですよ、はい、洗剤とか、はい、日用品入れようかなとは思ってるんですけど、はい、もうガラガラ、はい、ガラガラですね。ここになんか、はい、これなんですか。これなんか謎の箱というか、なんか
モニターアームの箱なんですけど、はい、モニターアームもうなんか箱を活用していろんな石鹸とか、あと薬類を入れてますね、はい、いいですね。下はちょっとこう下は、はい、これ全部トイレットペーパーなんですよ。本当ですね、全部トイレットロール。え、どうしますかこれ。これは引っ越し前にいただいたんですけど、引っ越し屋さんに、いや、なんかあの友人というか知り合いにいただいたんですけど、はいはい、その元々これが欲しくて、はい、で なんでかっていうと、そのトイレットペーパーを買う時間を節約するために、はいはい、ああ、まとめ買い、そう、まとめ買いしてますね。はいはい、なるほど、すげえ。そういうちょっと貧乏貧乏いやいやいや、まだ21歳だからしょうがないですうん、居心地良かったです、ありがとうございます。あ、お風呂になってる、大丈夫。あ、お風呂あるんですか。あ、お風呂、いや、なんか本当に、はい、広いです、広いです。てか本当一人暮らしじゃないですよ、ここ普通に。まあちょっと、まあ、あんまり映えないですけど。あ、確かに映えはしないですけど、でもこんな感じで、はい、おお、綺麗ですね。うん、綺麗です。年代にしては、そうなんですよ、古いんですけど綺麗っていう。築50年ぐらい。築50年、へえ、まあ確かに50年って感じはしますけど、でも綺麗です。はい、ただのお手洗い、わ、綺麗です。おお、綺麗です、はい、ちょっとあのカラーボールです。カラーボールおばあちゃんちよくあります。おばあちゃんちの匂いがしますね、もう。あ、綺麗です、いいですね。へえ、すごいすっきりします。おー、ありがとうございます、いいですね。こういう部屋を、ちなみにマーさん、この物件ってお家賃おいくらでしたっけ。家賃は、はい、3万8000円です。3万8000円、はい、駐車場込み、駐車場込みで3万8000円ですか、はい、はー、まあ東京の人から比べるとめっちゃ安いんですよ。東京だったら駐車場代じゃないですか。3万8000円は駐車場代です。それがもうこれ家賃、はい、あ、ちなみに、まあ、岡山ですもんね、ここ。岡山です、ね、岡山的にはどうなんですか、その3万8000円というのは。まあ安い方ではあるんですけど、はい、この大きさで3万8000円は、うん、結構普通にあります。ああ、そうなんですね。なるほど、羨ましいです。生活コストかなり低いですね。そうですね、だから10万ももしかしたら使わないかもしれないです、はい、あ、毎月ですか。はい、10万円使わない、使わないと思いますね。その家賃3万8000円で、食費が2万円で、はいはい、あと水道光熱費1万5000円とかなんで、うん、まあ、まあ税金とか入れると10万円かかるかもしれないですけど、はい、まあ、基本10万円は絶対いかないとは思いますね。おお、いいですね、生活コスト下げてる感じで。生活コスト下げるのが趣味生活コスト下げるのが趣味みたいなちなみに今回のその引っ越しにかかった費用ってどれぐらいなんですか。敷金礼金とか、はい、もう全部含めると22万円でしたね、はい、あ、22万円、うん、畳なんで敷金がちょっと7万円とか取られるんですけど、うん、全部で22万円でしたね、はい、家具とかこんないっぱいあるのに。 ありますね、22万円でありますけど22万円でした、はい、安いですね、相当安くいきましたねでこの物件に引っ越す前ってどういう家だったんですか。うん、まあ、新聞小学生っていうの伝わるか分からんですけど、まあ、新聞配達しながら大学に通うっていう仕事をしてて、奨学金なんですよね。そうですね、もう全部もらえるんですけど、うん、全部もらって返さなくていい、返さなくていい、はい、めっちゃ優秀なんですよねへえすごい。そこのなんか、はい、めっちゃボロい部屋に住んでますなるほど、はい、あのボロ屋だったんですね、はい、4畳半のちっちゃい部屋で、はい、あの大学4年間過ごしました。へえ、じゃあなんで今こう引っ越してゲストハウスっぽくしようと思ったんですか。やっぱりそれはちょっと恥ずかしいけど、ショッピーさんの影響というかあ、そうなんですか。はい、とりあえずすっきりしたい空間、うん、でちょっとその借りた部屋が和室だったんで、うん、ちょっと旅館っぽくしたいなっていう、うん、確かに洋風よりかはもうもろ和風ですよね。和風です。いいですね。でどうですか、こういうすっきりした空間に身を置いて。いや、なんすかね、その、うん、前はめっちゃ狭い部屋に住んでたんで、はい、いろんなものがあったんですね。おー、ベッドとかもありましたし、はい、そのゲーム機もなんかつけっぱなしでしたし、はい、ですけどこうやっぱ広い空間に行くと、うん、物を隠せるじゃないですか。収納いっぱいありますもんね。収納も隠せたりするんで、うん、やっぱ一点集中できるなっていう。あー、そこもずっと仕事にフォーカスみたいな、はい、
え、21歳ですか、本当に。21歳です。25歳ぐらいと話してる気がするんですけど大学生ですね。大学生ですよね、はい、昨日卒論提出してきました。はー、すごい、わかりました。いやー、僕21歳の時ってラクロスボール追っかけてましたよ。あ、そうですか。うん、あと女性の尻。女性の尻はもう、はい、いいですわかりました。いや、いいですね。やっぱすっきりした人の部屋を見ると楽しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな仕事してんだみたいな。そうですね、それはまた、うん、後々お願いしますまあ今回はちょっとルームツアーということで、はい、はい、まずありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よし